ユゼスは、フランス、奥下にー地域圏、ガール圏のコミューン。ユゼスは 32km 北西のアルル、40km 東のアビニョン、そして 25km 南のニームを結んで、形成される三角形の中に位置する。町は、ブドウ畑、オリーブ畑、そしてギャリフに囲まれている。町は、ウールの泉のある、小さな谷を見下ろしている。 ローマ時代にウールの水源はニームに供給されていた。水は5 0トルにも及ぶ水道橋、ポンデュガールによって都市へもたらされていた。交通網から遠く離れ、ユゼス駅は町の中心から約1 5キロメートルの西側にある、丘陵にあったが、現在は廃止されている。しかし町はニーム、アレス、アビニョンやルムーランからのバス路線が通じている。 1890年に撮影されたユゼスの朝市、ユゼスの誕生は、ウールの泉からニームへと水を供給したポンデュガールの建設と一致する。ユゼスには古世紀からフランス革命までカトリックの司教座が置かれていた。司教座は1817年のコンコルダートで廃止された。続いて死者区領1486年には、 白色領となり、1565年には、公色領となった。町は、ヨグノー戦争と、カミザールの乱に巻き込まれている。1795年から1800年、町は、サンフィルマンという、1793年の国勢調査で、人口187人の集落を併合していた。革命時代にサンフィルマンは一時的に、フィルマンレジュゼスと改名していた。 ユゼス自身も名称が変えられ、ユゼス・ラ・モンターニュと呼ばれていた。1800年から1926年までユゼスは、軍庁所在地となっていた。ドイツの食品会社ハリーボーの工場がある。スペイン肝臓栽培文化が一体で広まっている。ユゼスは、芸術と歴史の町に指定され、16世紀や18世紀の、見事なファサードや大邸宅のある、中心部はよく保存されている。 狭い石畳の通りは中世に遡る。エルブ広場はプラタナスの木陰、アーケードを持つ住宅に囲まれ、真ん中には噴水が置かれている。参照元、1962年まで、イヘス、1968年から INSEE。ありがとうございます。